ハービンジャー2投目はスピードに秀でたボケからの参戦です。その期待通り、すがるさあふれる軽やかな足取りで皆様の前に登場でございます。現状小柄ということで、目線を次の馬に移そうとされた方、少しお待ちください。父の3区といえば大柄緩めのタイプもいる中で、本場の動きは軽快さの中に一本芯の通った軸の強さを感じさせており、遅生まれゆえのサイズだけで判断するのは禁物です。そして走輪区からつながるファミリーラインが示す通り、中央で複数勝ちの実績馬を多数輩出、そしてなんといってもダービー馬ロジユニバースが3然と輝き、ブラックタイプを華やかにしております。血統の底力と現時点での運動性能を考慮に入れた上で、今後の成長を予見すれば穴馬がここにいると気づくはずです。